で次にこのシーンです。でかいシーンですけども、あの王妃ですね、つまり、アレンのお母さんの登場シーンです。最初のショットがこの足元なんですよ。歩いてきて床にあの足が映ってて、まあ、磨き込まれて石の床だから。でこっからですね、カメラがトラックアップして4画面トラックアップして顔にまで行くんですね。でアレンが、引きこもってるんですよというふうに次女が心配するんですよ。次女がみんな心配して、アレン様が引きこもってますって言うんですよ。そうするとそれを王様にという次女にですね、このお母さんがですね、止めに入るんですね。王というのは民衆のことを考えなさい。あのアレンももう大人です。アレンのことはほっといて、王そんなことで煩わせてはなりませんっていうふうにですね、説教するんです。で、この下からですね、4画面パンナップの登場だから、絶対にですね、僕は伏線だと思ったんですよ。こんな登場させる人物に、これだけで終わるはずがないと思ったらですね、結局登場しないんですよ。で、これね、これも僕は、宮崎吾朗監督が無能だからだというのは変ですけど、未熟だからだと思ったんですよ。でもしかしですね、宮崎駿パパにだけはなんでこのカットが必要なのかちゃんと意図伝わってるんですね。だから宮崎駿監督はゲド戦記を見る前と見た後では態度が違う。見た後ではちゃんと映画になってると言って吾朗監督を認めるような発言をするようになったんですけど、それはこういうですね、2見てちょっと分かんないような一見ですね、伏線が回収されてないようなものがちゃんと駿の中では繋がるからですね。で結論から言うと、まあこういうふうにですね、僕はこの奴隷の女の子のシーンにしても、このお母さんのシーンにしてもですね、最初の思い込みが強くて、つまりさっき話した未熟さがあったゆえにですね、見方を間違えてたんですね。なんだかんだですね、ゲド戦記っていうのは、まあ僕とかあとジブリアニメを心の底で予想してる観客のイメージとあまりに違ったんですよ。あまりに違ったので、おまけにその違いをはっきり分かるように書いていない、まだ整理できない部分もあるんですけども、ざっくりですね、ゲド戦記というのはですね、実はこう見るべきだというポイントをちょっと4つ挙げてみます。ゲド戦記の鑑賞ポイントですね。まず1、主人公はサブカルラノベ、ラノベに出てくるようなやつだと思ってください。2、早尾ではなくイサオの系譜である。3、ジブリ反抗期の三日殿下の間の作品であった。4、なぜ早尾は五郎を許したのかですね。このですね、4つのことをゲド戦記で語ろうと思います。で